こんにちは、ゆうがです。今回はですね、こちらのうちの青大将ちゃんがですね、捕まえてから、約2年ぐらいですね、かなりね色が変わったので、紹介していきたいなと思います。今映ってるのはもう本当に捕まえて2ヶ月後ぐらいのね青大将なんですけど、これはこれで結構綺麗ですよね。なんか薄い色の、まあもともとこんな感じで普通の青大将とはちょっと違った色でした。もう本当にねおとなしかったんで、こんな感じで下にタオル敷いてそのままねほぼ放し飼いにしてましたね、この頃は。それでもね全然逃げないですし、全くここから動きませんでした。はい、そして最近の青大将ちゃんがこちらになります。どうですか、さっきと比べてかなり色変わってますよね。いや、めちゃめちゃ青くなってますよね。はい、近くで見るとこういう感じですね。口元がちょっと青くなってるのがわかると思うんですけど、この口元もですね全く青くなかったんですけど、それがなんかどんどん広がってきてますね、青が最近は。はい、こっちまたちょっと昔の青大将なんですけど、口元見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、体もそうなんですけど、青い部分が全然ないですよね。はい、これ今の青大将なんですけど、まあ、ちょっとここだと色が分かりづらいんですけど、性格がですねかなり活発になりましたね。前の青大将はですね本当に、動画にしてほしいっていう声をいただいてたんですけどなかなか動画にできない、もう静止画になってしまうというぐらいね、おとなしかったんですよね。はい、またこれ前の動画なんですけど、こんな感じで座ってよく膝に置いてたんですけど、もうずっと何時間もほんとこのまんまで、いることが多かったですね。それぐらいおとなしかったです。でも今はねこんな感じで、だいたいねハンドリングしても、ずっとこういう感じで動いてますね。まあ、こっちの方が動画にはしやすいかもしれないですね。はい、動いてくれて面白いですよね。はい、カメラサービスを忘れてないですねはい、でお腹はこんな感じですね。青いお腹に虹色の光沢っていう感じでね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。まあこれは昔からそうなんで特に変わった場所ではないんですけど、まあ綺麗なんでちょっとせっかくなんで載せとこうっていう感じですね。昔からこれはこういう感じです。青いお腹に虹色の光沢ですね。はい、比較するとこんな感じですね。こうやって見るとめちゃめちゃ色変わりましたよね。まあ、前の色もかなり薄くて綺麗ですねって言われてたんですけど、いや、こうやって見るとかなり青くなりましたよね。で、特にこの口元見てほしいんですけど、なんかちょっと傷っぽくシャッ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 っていう感じで線が入るようにこう濃い青の部分があると思うんですけど、これがどんどん増えてってるんですよね。いや、最終的に全部この青になるとしたらすごい綺麗な色ですよね。ちょっと今後どうなるのか楽しみですね。はい、ちょっと最後に詐欺的に青い青大将を写して終わりにしたいと思います。はいめちゃくちゃ青くないですか。なんかこのアングルにするとめちゃめちゃ青くなるんですよねはい、ということでね、めちゃめちゃ青くなった青大将なんですけど、やっぱ家でね飼育してると紫外線が当たらないので青くなるみたいですね。なんで長くね飼ってれば青くなると思いますので、ぜひ皆さんも、長く青大将を飼ってみていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。こんな女だったらすごいですよね。